村瀬大帝書、村瀬大帝文政元年12月6日は、江戸時代後期の漢学者、儒学者。生は源の、名はこれ広し、自は君佐を、通称は家門、海門。大帝は豪王。一時期、従者として、秋田藩藩校の自読、後に総武業を務めた。伊を、堀岩将、寿を、武田梅流に学ぶ。天命三年、大帝が四十歳の時に、 では、久保田藩の呪官、藩主政し、佐竹義和の師範役として迎えられる。久保田藩は、財政難及び大協作と基金に苦しんでいたが、大帝は徴用されついには、藩の総武行として藩政に関わった。完成三年、これ以上の重責には耐えないとして、隠居を願い出て許される。その後は、京都で塾を開き、多くの門人を育てた。書画に優れていた大帝は、 妙法院門跡であった、妙法院宮、正美法神皇のサロンで、攻撃刑、和田京、六女上人ら東大の文人、歌人と親しく交わり、京都学会の中心的存在となっている。完成五年、京都に移ってきた、上田明成とも信仰があった。若き日の来三与も大庭のもとを、幾度か訪れていたことが、三与の所簡からわかる。しかし、古町村、門弟、 友人らに次々と先立たれ、その裁判人は寂しいものであった。文政元年、大庭は七十五歳で没する。その墓には、墓姫がなく、没後に、孫第二が編んだ、私文集、大庭参考に、序文は寄せられていない。著に、縁費、渡るなど多く、門人からは、文献先生と呼ばれていた。門人には、田野村筑伝、中島総院等がいる。 飯倉洋一、妙法院偶サロン、秋成とその時代収録。のりなが、秋成、武尊日の達夫著作集、第三葉とその時代。ありがとうございます。